やつらが来るだろう。待ってるよ、あと少し。戦争スタンバイ、ターゲット捕捉。目標2009年6月26日ロックオン完了。ターゲットのびのびた。しまった来た、気づかれた、突撃。やばいタイムパトロールだ、転送見るわ、よっしゃ。2009年6月26日、のびのびた。あれ、のび太くんどっか行くの？探しに行くんだ、幸せをね。あ？もう聞いちゃってくれる？今朝いいもの見ちゃったんだ。初めて見た。で、それをみんなに話したらさ、それって幸せの青い鳥じゃないかしら。え、素敵、私も見たい。じゃあ探しに行こうよ。裏山の方に飛んで行ったから、放課後みんなで出発だ。なるほど、それで浮かれてたのか。見つかるといいね、幸せな青い鳥。見つけます、行ってきます。だってしょうがないじゃない。でもかわいそうよ。のび太さん、ごめんね、お待たせ。さあそれでは出発。それが何？実はその、今日ね、駅前でジョー様のサイン会があるんだって。それでね、できればそっちに行きたいな、なんて。でも先にのび太さんと約束してたのに。だってジョー様は今日しか来ないのよ。青い鳥はいつだって探せるじゃない。そうよ、だいたい見つかるかわかんないし。でも、ああ、いいよいいよ、行っておいでよ。本当？でも私のび太さんに付き合うわ。いいからいいから、女の子同士仲良く行ってきなよ。けどのび太さんは？いや、天気もいいし、一人のんびり山歩きなんてのもいいもんさ。そう、本当にごめんね。気にしない気にしない。ありがとう。さ、しずかちゃん、じゃあね。ごめんなさい、また今度ね。うん、またね。ただいま。幸せの青い鳥か、一生かかっても捕まえられないな、きっと。なんだ。のび太さんの得意なことは何ですか？
やとりとか。わー、なんて渋い趣味、素敵。あれ、のび太くんバカに早いね。で、ゆうかその子誰？ありがとうドラえもん、こんな可愛いお世話ロボットをくれるなんて。な、何のこと？のび太さん、もっと見せて。僕にも心当たりがなくてさ、ひょっとしてドラミが送ったのかと思って。私が送るわけないじゃない、のび太さんにはお兄ちゃんがいるし。きっと未来デパートの配送間違いよ。調べてあげるから製造番号教えて。あー、ちょっと失礼。はあ、宿題のノートが。お任せください。宿題ならこの私が。できました。すごい全部埋まってる。すごい全部間違っている。皆さん、ママちょっと掃除機貸して。あ、この方が。さすがのび太さんのお母様、とっても綺麗でお優しそうな方。あら、なんて正直なお友達でしょう。あ、今お茶出しますからね。お構いなく。ね、お、すごい、見てください、これが今博多で大人気のラーメン屋さんです。うわ、ラーメンじゃん。うわ、おいしそう。食べたい。お任せください。ルリ、行ってきます。おいしそうですね。ではいただきます。あら、さっきの子は。ここ。わー、本当に美味しそう。いただきます。お待たせしました。さあどうぞ。もう、でもなんか騒ぎになってるみたいだし。返してきた方が。あ、お任せください。忙しいお友達ね。無事に届いたようだな。ええ、あとは計画通りに。嬉しいですわ、のび太さんと一緒にお使いなんて。君はうちでゆっくりしてればいいのに。いいえ、お使いなら私にお任せください。あー、ジョー様かっこよかった。よかったね。ジョー様最高でしょ。何かあったんですか、あの子たちと。別に、何でもないよ。どうしたんですか。今朝ね、青い鳥を見つけたんだ。とっても綺麗な鳥。まあ、みんなも見たいって言うから一緒に探す約束してたんだけど、なんかもっと他に行きたいとこができちゃったみたいでさ。そうですか、それは残念でしたね。仕方ないよ、よくあることさ。のび太さんは優しいんですね。そんなことないけど。でも仕方ないって思っててもやっぱり寂しいですよね、そういうの。ねえ、明日一緒に行きませんか、青い鳥を探しに。でも見つかるかどうかわかんないよ。いいえ、私が絶対見つけます。のび太さんのために絶対見つけます。探し物は宿題よりもっと得意なんですから、
お任せください。約束。え、明日絶対一緒に行きましょうね。約束。うん、約束。ちょうど人目がなくなったよ。絶好のチャンスだよ。そろそろ小僧には消えてもらおうか。よーし、じゃあお使い済ましちゃおうか。はい。我らの世界征服のために。世界征服のために。悪いんちゃう。やー、明日晴れるといいね。見つかるかな。いや、絶対見つけようね。すっごく綺麗だったんだよ。早くプリンに見せてあげたいな。あんなに綺麗な鳥見たらきっとびっくりして目が飛び出す。ナビナビ、ストップストップ。あら、あれ、ドラえもん。ルリー、玄関にお財布忘れてったよ。あ、いけない。君がお財布預かっといてダメじゃないか。すみません。君、本当にお世話ロボットかい？なんだよ、ドジなのはドラえもんだって一緒じゃないか。え？それもそうだね。ごめんごめん。あ、そうだ、近くに美味しいどら焼き屋があるんだ。せっかく来たから二人にごちそうするよ。ありがとうございます。お、なんだよ、やけに太っ腹じゃないか。まったく、邪魔な青だぬきだ。こいつも一緒に消しちゃおうよ。ダメだ、無駄に目立つとタイムパトロールに感づかれる。誰にも気づかれずに小僧を消すんだ。夜になって皆が寝静まった時を狙え。なるほど、ウェルリンちゃん。よく寝ていますね。君が来てはしゃいでたからね。ドラえもんさんは幸せですね。え？のび太さんみたいな優しい方のお世話ができて、それにお二人ともとっても仲良しで。そんなことないよ、喧嘩ばっかりで。喧嘩するほど仲がいいですよ。羨ましいな。私、ドジばっかりでダメなロボットだけど、一生懸命のび太さんのお世話をします。少しでもお役に立ってのび太さんに笑顔でいてほしいんです。少しの間だけど、私がどこかに返されるまでもう少しだけ。ああ、君のこと本当にお世話ロボットかなんて言って悪かったよ。はとっても優しいロボットだ。おやすみなさい。おやすみ。ルリー、起きろ。ルリー、やれやれ。嫌な夢。キュ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 キ
もう大丈夫だよ。ちゃんと捕まえましたから。ネズミ一匹見たら100匹いると言うだろう。ゴキブリですよそれ。うん、付き合ってられないよ。おやすみなさい。おやすみ。もう青だるき邪魔だよ。もうお前もだよ。やっぱり青だるきからやっちゃいましょうよ。だから派手な動きをするとタイムパトロールに3つ。のび太さん、起きてください。時間ですよ。おはよう。こんなところで寝ちゃったんだ。のびちゃん遅刻するわよ。まあ学校行くんだけど、3時過ぎには帰るからうちで待ってて。いいえ、学校までお見送りします。いいよ、恥ずかしいよそんなの。手つないでいきましょう。何言ってるんだよ、できるわけないよそんなの。もうこの辺でいいよ。もうちょっと、次の角まで。逃げろ。あ、今度は起きろ。な小僧のやつ学校に向かってるぞ。もう学校に入っちゃったら人目があって消せないよ。いや、チャンスはまだある。例の鳥探しの約束を利用するんだ。小僧を消すタイムリミットは夕方4時4分。放課後の裏山なら誰にも見られずに消せる。やつさえ消してしまえば我々の夢は叶うのだ。この世界を征服するという夢がな。それまで絶対に小僧から目を離すなよ。悪いんちょ。無視じゃわしゃ二度寝する。ずるいよ、もう悪さあさま。もうこの辺でいいよ。じゃあ次の角まで。もういいってば。じゃあ次の角まで。さすがにもう。って学校まで来ちゃったじゃないか。おう、のび太。ジャイアン、スネ夫。なあのび太、今日の掃除当番変わってくんねえか。僕ちゃんのパパハリウッドに友達がいてさ、映画の下買いのチケットもらっちゃったんだよね。俺たち二人で行くからよ、頼むぜ。ちょっと今日は無理だよ、約束があるんだ。なんだと？お前とハリウッドとどっちが偉いと思ってんだ。間違いなくハリウッドだ。そんな僕にだって都合ってものが。俺様に向かって喧嘩売ってんのか。そんな。何もやってるか。どんなもんですか。なんてことしてくれたんだよ。お兄ちゃん、信じられない、もうお昼よ。お兄ちゃんちょっと起きてよ、起きてってば。ドラミ、もうあのね、ルリーのことやっぱり未来デパートは送ってないそうよ。じゃあ一体誰が。それが気になる話があるの。ルリーシリーズは22世紀に作られたロボットの中でもかなりのヒット作だったらしいわ。初日で完売するほど人気があったの。でもどれも不良品で。ルリーによる被害が相次いだの。
それでロリーシリーズは全て工場に返品されたそうよ。そんなことが。でもどうしてそのルリーがここに。よし、ルリーが作られた工場へ行ってみよう。なんだか嫌な予感がするわ。くそ、なんで俺たちまでプール掃除なんだよ。僕たちは被害者なのに。だからルリーのことは謝ってるじゃないか。謝って済めば警察はいらないの。そうだのび太、プール掃除はお前一人でやってけ。それがいい。ずるいよ。っていうか今だって僕一人しかやってないじゃないか。何だと、のび太のくせに。よし、映画行こうぜ。ここがルリーの作られた工場か。とにかく入ってみよう。動くな。動くと撃つぞ。のび太さん、3時過ぎましたよ。早く裏山に行きましょうよ。行けないよ。どうしてですか？見ればわかるだろ、プール掃除やらされてるんだ。でも青い鳥を探す約束は。僕はルリーのせいで掃除させられてるんだぞ。ルリーがジャイアンやスネ夫を投げ飛ばしたりするから。でもあれは。おまけに先生まで怒らせて。だってあの人たちがのび太さんを困らせてたから。だからってやりすぎなんだよ。もういいからおとなしく家に帰ってよ。でも約束は。青い鳥なんてもういいから、とにかく帰って。どうしたんですか？なんでもないよ。なんですか？怪我したんですか？なんでもないったら。なんでもなくありません。ちゃんと手当てしないと。うるさいな。いいって言って。うわ、よくありません。私のこと、もう未来に返品してください。私、本当にダメなロボットなんです。自分でも、よくわかってるんです。最初のお世話先でも、バカロボット、不良品って、いっぱい怒られて、捨てられました。私、お世話ロボットだから、みんなの役に立ちたいんです。喜んでほしいんです。みんなに笑顔でいてほしいのに、いつも失敗して怒らせたり泣かせてばっかり。本当にダメなロボットなんです。なんだか、ルリーは僕と似てるな。え？ドジでダメなところがよく似てる。そんな奴の気持ちは僕が一番知ってるのにさ。それに約束まで破ろうとして。約束破られたらどんな気持ちかよく分かってたはずなのに。本当、僕の方がよっぽどダメな奴だよ。そんなことありません。のび太さんはあやとりの天才だし、それに優しいし、それにルリーにもいいところあるじゃないか。ルリーは人を褒めるのがすごくうまいよ。ルリーに褒められるとなんか自信
信が出るっていうか、そのそんなこと言われたの初めてです。嬉しい。約束したもんね。青い鳥、一緒に探しに行こう。びっくりした。驚かせて悪かったね。どうしてタイムパトロールがここに？実は今ある犯罪者2人組の捜査をしているんだがね、昨夜そいつらのアジトからロボットが1体21世紀に送られたんだ。それがどうやらこの工場から盗まれた不良品のロボットらしくてね。それってまさかルリー0625じゃ？そうだが、どうして知ってるんだ？ルリー、はーい！行きますよ！来い！はーい！冷たいよ！ことったけた！あいつら今二人きりだぞ！何も寝てるな、バカ！おい、はかどってるか？また邪魔が入った。先生だ、ルリーは先に行ってて、終わったらすぐ行くから。はい、じゃあ裏山で。うん。おー、ルビック、他の二人はどうした？あとゴミ捨てるだけなんで先に帰りました。なんだ、報告もせずにあの二人は。よし、ゴミ捨てたら帰っていいぞ。はい。くす、お前が居眠りしてるからだぞ。悪さ様だって。だがどの道裏山に行くんだ。予定通り裏山で肩をつけてやる。ゆかぶちゃかドラえもん。ルリは一緒じゃないの？違うけど、どうしたの？のび太くん、これ以上ルリーと会うのは危険だ。はあ？ルリーは改造ロボットなんだ。君を消すために悪い組織の奴らが送り込んできた。なに？なんだよ、いきなり。奴らは過去を変えて世界を征服しようと企んでいるんだ。ちょっと待ってよ。何言ってんのか意味わからないよ。僕はさっき22世紀に行ってきたんだ、ルリーのことを確かめにね。そこでタイムパトロールに聞いたことなんだよ。のび太くん、君は命を狙われているんだ。でもおかしいよ、世界征服？そんな奴らがなんで僕なんかを狙うんだよ。君が奴らの計画を食い止める鍵になるらしいんだけど。そんなバカな。本当なんだ。詳しいことは今タイムパトロールが必死になって調べてる。だけどルリーが君を消すために送られてきたことは間違いないんだ。嘘だ。タイムパトロールが嘘なんか言わないよ。嘘だ、絶対嘘だ。お兄ちゃん、ルリーが見つかったわ。ドラミ、今裏山にいるの？ルリーは今は何ともないけど、ルリーはその二人組のことは何も知らないって。とにかくのび太さん、くそ、22世紀のやつらだ。ここまで来て、ワルサー様、もうやっちゃいましょうよ。タイムリミットの余地が迫っている。ここで邪魔が入ったらおしまいだ。よし、ルリーってやっちゃえ。わかった、すぐにそっちへ行く。大丈夫か？また来た。
する前にさっさと片付けろ。お兄ちゃん、目を覚ますんだ。片目をさせ。この間抜け目、あと3分しかないよ。早く立てた、メロボット。ルリー、のび太くん、ルリー来ちゃダメだ。君の知ってるルリーじゃない。ルリー、まだ部品が足りなくて。カモンガー、行くぞ。21世紀最終変形、アーリーメーナー。なんだ、のびのびだ、覚悟。なんだ？あ？だから部品が足りないって言ったでしょ？どいつもこいつも不良品が！あと20秒！これで最後だ！粘着爆弾だ！まとめてぶっ飛んじゃえ！はい！のび太くん！私にお任せください。ダメだ。ありがとう。私やっとのび太さんの役に立てる。ルリー！
あなたがのびのび太くんですね。あなたのおかげで地球の未来が救われました。あなたがさっきそこで蹴った石のおかげです。その石は巡り巡って町まで運ばれました。そしてこの操作によって偶然にもコンピューターウイルスがワルサーの祖先のパソコンに送り込まれ、開発中だった世界征服ミサイルのデータを破壊したんです。つまりあなたが石を蹴らなければミサイルは完成した。ワルサーはそう考えていたようです。そんなことのためにルリーは。そんな。あの不良品のロボットにはかわいそうなことをしました。不良品なんかじゃないよ。不良品なんかじゃ。そうだよ、不良品なんかじゃない。ルリーはのび太くんを守って世界征服を阻止したんだよ。世界中のみんなを守ったんだよ。ルリーはすごいロボットだよ。確かにその通りです。のび太さん、のび太、のび太くん、しずかちゃんたちが遊びに来たよ。いないって言って。ジャイアンたちがね、プールの時のこと悪かったってさ、先生に言いつけなかったことを見直したって言ってたよ。しずかちゃんもね、こないだはごめんねって、一緒に青い鳥探しに行こうってさ。青い鳥は見つけたよ。飛んでっちゃったけどね。22世紀でもあのルリーの活躍が話題になってね、ルリーシリーズは廃棄されずにちゃんと修理されることになったんだよ。みんなルリーを見直してくれたんだよ。そう。あ、ルリーが励ましに来てくれたんだよ。ルリー言ってた。みんなに笑顔でいてほしいんだって。うん。僕がメソメソしてたら、ルリーが悲しむよね。うん。よし、のび太くん。